い、愚数用中央がなびら。皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。1970年の今日はいわゆるコザ暴動があった日なんですね。今年は50年ということもあって写真展が行われたり、それからちょっと賛否両論ありましたけれども MP のパトカーを模した車をひっくり返すというアートパフォーマンスもありました。あれから50年、何が変わったのか、何が変わっていないのか、沖縄は何を得てそして何を失ったのか、これからどこへ向かえばいいのか、改めて問われているように思います。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は沖縄県知事の玉城デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。玉城デニーさんは1959年生まれ、旧与那城村、現在のうるま市のご出身です。沖縄県立前原高校を卒業後、東京の上智社会福祉専門学校へ進学しました。卒業後、県内でのタレント活動などを経て2002年に沖縄市議会議員に初当選しました。その後、2009年の衆議院議員選挙で当時の民主党候補として沖縄第3区から出馬し初当選、以後4期9年間国会議員を務めました。2018年、尾長前知事の後を受け沖縄県知事選挙に初当選。沖縄羅針盤には2013年以来7年ぶりのご出演です。デニー県政の課題や展望をじっくりと伺います。なお、このインタビューは11月24日に収録したものです。それではどうぞ。就任なさって首里城のこともありますし、こう危機管理ということに時間を割くばっかりでしたね。はい、ちょっと振り返っていただきます。昨年の10月31日の首里城の火災は非常に、誰にとってもとてもショッキングなことだったと思います。しかしその首里城があって当たり前だと思っていたものがなくなってしまったことに気がついて、改めてこの首里城という存在の意味ですとか、首里城が我々に伝えていたことの深さとか、そういういろんな歴史や文化や暮らしにまでつながるいろんな思いがやっぱりその掘り起こされてきているんだと思うんですね。これは県民だけではなく県外にいらっしゃる、沖縄とはアイデンティティといいますか、ルーツがなくても沖縄が好きな方、あるいは首里城に1回でも来られた方、行きたかったという方、それから海を越えて知覧地の県警人の方々やそこで生活を共にする方々、いろんな方々がこの私たちを励まし、そして首里城再建のための寄付を送ってくださる、これがずっと、その首里城が焼けてからずっと続いています。その間に1月には今度は豚熱が発生して養豚農家のその経営を直撃したと。あれももうあれ72時間以内で殺処分して埋めないといけないという時間との戦いだったんですね。それに県庁職員が初めてその凄惨な現場に初めて行ったという若い職員たちも精神的に非常にその強い衝撃を受けたでしょう。しかしそこでもまたいろんな方々の協力があって、その豚熱も早期に収めることができた。その取り組みの最中の2月の新型コロナウイルスの発生が今に続いているわけです。つまり首里城のいわゆる火災に対する危機管理、豚熱の時間と貿易に対する危機管理、さらにはコロナウイルスという今度は経済に対する危機管理、さまざまな危機管理のそのテーマがこの短い期間の間にもうドドッと押し寄せたっていうのが、
この本当に1年を振り返っての私 の, あの率直な、ね、はい、印象ですね。デニー知事というのは笑顔が似合う知事であったはずなんですがやっぱメディアに出てくるデニー知事がね、その苦悩をしておられると、すごく危機の状況をどう判断していくかということを悩んでおられるという映像が県民には見えていてね、はい、苦労なさいましたね。そうですね、まあ、でも、うん、やはり知事というその仕事の責任の重さというのをひしひしと感じながら、あのなんて言うんでしょう、本当に普段は、うん、もうお気楽な性格で、うんうん、いつも笑ってばかりの自分なんですけど、県民と一緒にその必死に頑張ろうということを自分の表情や言葉にしっかり込めてお伝えしなければ県民の皆さんに届かないというのが自分の気持ちの中でも、やっぱりそれが強く感じられるようになりました。こういう時も明るいことも本当は話したいんだけどなと思いながらもそれ悩んでおられますね。はい、そうですね、はい、そのコロナの感染ですけどもね、今日本列島、まあ、第3波に現れていると、はい、まあ、沖縄県はもうこの9月に入ってから少し落ち着いたかなと思ってきたんですけれども、うん、もう10月からじわじわとそのまた感染が拡大してきまして、4月や7月のように一気に広がるのではなく、会食や会合で接触をした方がと職場や家庭に持ち帰って、そこで広がっているというのが実は実態だと思うんですね。ですから本当にどこでそれが起こるのか、感染が起こるのか、感染が広がるのか、誰にも予測はつかないと思います。だからこそその追跡調査をもう一刻も早く聞き取り調査をして、それをこう抑え込んでいく、そのクラスター対策に今やっぱり一番力を入れなければいけない部分ですね。このコロナウイルスというのはそこに行ったから必ずうつるとか、何かこう限定されたものではないわけですね。それは何かというと、人と人とが接触をする場面でうつるかどうかすら確定されてない。しかし映らないようにするためにはやはりマスクをつけてソーシャルディスタンスをとって、そして必ず、うがいや手洗いをする。あのややもすると、まあ、朝うがいをしたからいいとか、さっきあのご飯食べる前に手洗ったからいいって思いがちなんですけど、そうではなく、物事の始めと終わりに必ず手指を消毒するとか、外に行って誰かと会ったら必ずトイレにちょっと行ってうがいをするとか、そういう新しい生活といいますかね、もう本当にそれが当たり前の生活習慣をしっかり身につけていただきたい。そうでないとこのコロナウイルスを封じ込めることは絶対不可能だと思います。ワクチンの開発もまだまだ時間がかかると思いますし、あの知らない間に家族に移してしまった、職場に移してしまった、そうすると移してしまったと思う方も精神的に非常に辛い思いをされると思うんですよ。ですから一人一人の取り組み、毎日の当たり前のその繰り返しこそ私は一番のコロナウイルス対策だと思います。もう一つの大きな課題、普天間基地の移設の話です。はい、これは知事当選の時から、まあ、前尾長知事からの引き継ぎで、はい、今の政府との関係でいうと普天間の移設は容にならないんだという、これは物事を解決するための一番肝心でしかも確実な方法はお互いが、考え方を述べ合い、意見をすり合わせて、そこで、どうすればこの問題が解決できるかということを真摯に探っていくことだと思います。そこにはある意味での妥協も必要でしょう。そして納得し理解をし説得をするということも必要でしょう。そういう対話の場面を日本政府がしっかり作ることができれば、アメリカ政府も当然日本の国民の意見を聞かないというわけにはいかないでしょうし、その日本国民である沖縄県民の声を無視するということはないと思います。しかし政府が沖縄県と向き合うというその基本的な姿勢を示さなければ、アメリカも当然その国の政府が国民に対してそういう対応ですから、私どもも政府同士はそういう対応させていただきますという返事が返ってくるのはもう分かりきっていることです。ですから普天間の問題も基地の問題もこの日米の安全保障関係の中にあるのであれば、そこに日本全体の 70.3% の米軍専用施設面積を預けられ続けている沖縄も当事者としてしっかり加わった上で、お互いが意見を交わし理解をし説得をし、
ある種の妥協をしながら物事を進めていく、物事を解決させていくということが一番確かなやり方だと思います。それをこれからもやはり求め続けていかなくてはならないなと思います。そのことについてはこの2年半も進みませんでしたね。はい、その交渉相手である日本政府は安倍さんから菅さんに政権が変わったわけなんですけどね、はい、この変わり方、デニ知事は菅さんの方が交渉はしやすいんじゃないかと。私は国会議員を4期9年務めさせていただきましたけども、国会議員の時はほとんど接点がなかったんですね。私が県知事になって菅官房長官と幾度かお話をさせていただき、そして今菅総理大臣と県知事として会って話をすると、そういう関係になっていますが、官房長官の時に私が感じたのは、菅さんは非常にその実直な方だと、ある意味で言うとこう、まあ、言葉で言うとこう職人気質といいますか、きっちりこの仕事をすると決めたらやはりそれをこうやり遂げるというタイプの方だろうと思います。そして言葉もですね、ストレートに本当に考えていることをその述べ合って、そこでまあ本音を言い合うということの方が大事なのではないかなと私は感じました。官房長官が総理に選ばれ、総理になられた時に最初にお会いした時に、まあ、率直にとにかくぶっちゃけて話をしましょうと、私もそのつもりで話をしますので、そう持ちかけられた、ぜひ お願いしますと私から言いました、はい、そうしたら、はい、これからもぜひやりましょうと2つ返事でした。ですからそういう意味でははっきりものを言う、ではっきりものを言い返す、でもそれでは解決しないんですよ、だからこうした方がいいんじゃないですかというふうな、この対話から実は接点や妥協点が見えてくるというのは、私は菅さんの方がやりがいはあるんじゃないかなと思います。多くの自民党筋の皆さんもね、はい、安倍さんよりは菅さんの方が沖縄側は交渉しやすいはずだよというようなことをよく言われますよね、はい、デニ知事はの政治の師匠は小沢一郎さんでいらっしゃると、はい、これは今も気持ち変わりませんね、はいはい、菅さんは梶山清六さんですよね。そうですね、はい、実直という言葉はそこには通ずる部分があってあると思います、はい、僕は一部の望みだと僕は思ってるんですよね。まあ、お二人とも沖縄問題にしっかり正面から向き合ったわけですから、まあ、当然総理は日本全体の問題にも向き合うわけですけれども、官房長官として明確に負担軽減ということについて、できることは全てやるといった安倍総理の言葉を菅総理もそのまま受け取っていらっしゃいますから、できることを全ておやりになるのであればやっていただきたいことがあるからぜひ率直に話をしましょうと、あなただったらおやりになれますということをぜひエールを送りたいと思います。官房長官として沖縄のことはもう相当に熟知したと、はい、そして20年前に梶山清六さんというすごく沖縄にコミットした政治家のあの動きのことも、はい、承知していると、はい、心つながっているということが僕はどこかでつながってほしいなと思うんですけどね。そうですね、政治の立場にいる方々というのは、うん、ある種 その結果責任、結果に責任を持つということを、まあ、命題にしていらっしゃいます。その結果責任の結果がどういう結果になるのかということは、この責任の結果を見る前のプロセスで十分やはりそこは考えればどういう結果になるなということもおのずと見えてくると思います。ですからそれをやはり真摯に対話をし協議をすることによって違う結果を導いていくことの方が未来にとって要するに正しいその結果を導くということも起こりうると思いますので、私はそういう選択肢も菅総理でしたらその実直なお人柄から決断されることもあるのではないかというように思います。まあ、多くの県民はといいますかね、県民もそれから多くの沖縄のリーダーたちも、はい、どこかで政府と沖縄県がしっかり折り合って、話し合いの場でこういう方向で進むんだということを折り合ってほしいと、これが率直なところだと思うんですよ、はい、ぜひその話し合いの場を、はい、よく沖縄と日本政府が対立しているというように描かれてしまうんですが、私も県知事に当選をさせていただいて、では私は私を応援した方々の話だけ聞いて県政を運営しているかというと全くそういうわけにはいかないし、そうではないわけですね。ですからそれは総理も同じだと思います。おそらくあまねく国民のいろいろな声を聞きながらもどうすれば日本の将来や
地域の発展につながっていけるのかということは、やはりそこの地域にリーダーとして舵取りを任されている方々との真摯な向き合い方によっても、その結果責任がしっかり見えてくると思うんですね。我が沖縄も意見は違えど分断ではないという状況にしなければいけないわけで、はい、この辺はこれデニ知事の大きな役割だと思うんです。そうですね、まあ、非常にお互いがどこまで丁寧に話ができるかということについては限りがあるかもしれませんが、ただ僕もそうするように心がけてますけれども、その人を毛嫌いしない、考え方が違うからあれしもさ、あれ話にならんどということではなくて、あれはどう話や、あたらんしがよ、やしがありいっちゅうやんどと、話は合わないけど彼はいい人なんだよという、そのうちなんちのある意味で言うとアイデンティティのおおらかな部分でお互いは歩み寄ろうなと、なぜならうちなんちのためだということをいつでも大切にしておきたいですし、それは決してうちなんちが分断されることのないしっかりとした根っこを持っているということの強みにもなると思いますね。知事は講演の時には影変わるやしがとおっしゃいますね。はい、うちの、まあ、僕が母と離れて暮らしている時に預けていただいた千葉奈さんという家庭の、まあ、僕の義理の母なんですけど、その方が、まあ、僕はハーフでよく学校で上級生にいじめられて泣いて帰ってきたりすると、どうしたのって言って声をかけてくれて、うん、気にさんけ、カーゲーカードやる、カーハゲーから物言うのもん、ね、ものすごく哲学的な話ですよ ね。みんな容姿は一枚の皮でしかない、うん、だからあなたの皮膚の色が他の人と違っていようが、目の色が違っていようが、それは見た目であって、みんな同じように赤い血が流れているし、同じようにご飯も食べて生活しているから、だからそういう意味で考えたらあんまり気にすることないよみたいな感じでしたから、デニチの言葉で言えばうちなんちゅうであるという、うちなんちゅう、そうそうですね、トゥーの指や湯の滝エネラン、要は10本の指は太さも長さもみんな人それぞれ違うし、不揃いかもしれないけれども、この手があるからこそいろんなことができるし、うん、その指の違いを認めればそれぞれの役割の違いもみんな認めるよねっていう、そういうことなんだと思います。お話の中にもありましたけれども、首里城火災、豚熱、そしてコロナと、本当に立て続けに大変なことが起こって、笑顔の似合う知事のはずが記者会見などでは本当に厳しい表情をされていることも多かったですよね。でもラジオパーソナリティ時代、絶大な人気を誇った知事の言葉は心に響くなということを私は思っています。今日後半のお話で島言葉をちょっとだけ交えながらお話ししてくださった語り口、思わず耳を傾けたくなる力がありますよね。島田さんはコロナ対策をはじめとする危機管理に追われる中で、デニー知事の発信、特に直接県民に届くデニーさんの声が足りないと思っています。もっともっと発信してほしいというコメントでした。今週のコーラルラウンジは沖縄県知事の玉城デニーさんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。お二人のお話まだまだ続きます。来週のコーラルラウンジも玉城知事をお迎えします。どうぞお楽しみに。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今年度は舞台公演はちょっと難しいかなと諦めていたんですが、ようやく公演のお知らせをすることができます。来週の日曜日27日、宜野座村の文化センターガラマンホールでぐんわちくんわちの公演を行います。この作品、昨年の文化庁芸術祭の大衆芸能部門で沖縄初の大賞を受賞した作品となっています。極上の琉球芸能とドタバタコメディが楽しめる作品となっています。この間久しぶりにみんなでお稽古をしたんですけれども、まあ電話もあるしネットもあるし、いろんなやり取りね、オンラインでもできる時代ではありますけれども、やっぱりこう顔を合わせて稽古場で集ってこう稽古ができるというのは本当に嬉しいなと思いました。かなり
厳重な感染症対策をしてお稽古に臨んだんですけれども、気をつけながら本番の日を迎えたいというふうに思っています。感染症対策のために、劇場のですね座席数をかなり減らしていまして、1時と4時の2回公演なんですが、それぞれ100席の限定となっています。入場は無料ですが整理券が必要となります。電話予約は予定枚数に達しましたので、ぜひお近くの方はガラマンホールで整理券の配布をしておりますので、お受け取りください。限定枚数に達し次第締め切りということになりますので、観劇ご希望の方はぜひお早めにガラマンホールで整理券を受け取ってください。本当に久しぶりの公演で楽しみにしています。整理券ゲットした方、劇場でお待ちしております。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか、1週間の振り返り聴取も可能です。また沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますので、お時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。